エミネです。はい、今日はいつもと場所が違うと思うんですけど、なんとユニクロの御徒町店に私はやってまいりました。今日はね、あるお買い物をしようと思ってここに来たのと、ゴールデンウィーク価格ですっごいお得になってると聞いちゃったのでやってきました。ということでね、もう一つサプライズがあります。今日はなんとゲストがここに来ておりますので、早速お呼びしようと思います。どうぞこんにちは。違うでしょまるっと、きりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。わーい。ということで今日はきりちゃんが来てくれたんですけど、はい、私ね、今日ね、母の日のお買い物をしようと思ってここに来たんですけども、はい、たまたまね、きりちゃんが東京にお仕事に来てたので、はい、最近ね、母に会ってないの。だから何が好きかちょっと分かんなかったので、キリちゃんと一緒に選べたらなと思って連絡したらスケジュールがあったので、今日はね、2人で一緒にお買い物していこうと思います。イエーイユニクロさんって今お花がね、すごい充実なんですよ。カーネーションの種類がほら。でキリちゃんが母に選ぶなら何がいい？やっぱりカーネーション。カーネーションめっちゃ色の種類があるやん。でなんかこのピンクのカーネーションが、うん、なんかすごくて、お花屋さん、ね、なんかすごい一つ一つこうコメントを書いてくれてて、うんうんうん、なんかすごくこう選ぶ時も選びやすいし、うんうんうん、なんかご参考になりやすいなと思って、うん、そう、すごいよね、うん、しかも値段がだからこう色のお花組み合わせて自分だけのお花束とかも作れそうだなって思います。ワクワクしてきた、ね、早速お買い物しましょう。はい、ということで、はい、お買い物始めた？行き？うわー、まあ、違うよ。ごめん。まーす。え、で、大分のユニクロと違う？全然違う。東京のユニクロ大きいよね。めちゃくちゃ大きくて。こっち来てびっくりした。なんかまず入り口に入ったところからめちゃくちゃでかくて、うん、もう本当に驚いた。ね、楽しい。都会？本当に。え、でもめっちゃ夏。ね。すごい、もう爽やかだよ。大好き。リネンってママっぽくない？お母さんリネン系めっちゃ着ない？好きだよ。お母さんといえばリネンっていうくらいめちゃくちゃ着てる。母の匂いしそう。やめた方がいいですよ。え、めっちゃ母、ね、これ買いたい。私体型カバーもうまくできそうだよ ね。シャツにも使えるし、うん、ワンピースでもいけるんだ、うん、え、めっちゃ良くない？3色だったら、え、じゃあせーので母っぽい色、せーの、さん、はい、これゴリ絶対これ似合うと思う。着てる、着てそう、めっちゃ着てそう。一着目。え、ちょっとなんで3個持ってんの、うちのカゴっていう話じゃないですか。それの母の日の買い物言うてますけども欲しいよなっつって欲しいよねって絶対買っちゃうなと思ってもうあらかじめ準備しておきました。はい、ということで買いましょう。はい、はい、かわいい。え、これかわいい。これめちゃくちゃかわいい。これ欲しい。買う？え、欲しくね。かわいい。今度ワンピースコーナーめっちゃかわいい。かわいい。え、君じゃね？かわいい。好きやな。でもなんか実はこれをなんか以前大分のユニクロでも本当にずっと気になってて、っていうのもあって、もう絶対いつか買おうと思ってた、うんうんうん、だから今日買います。買います。買わせていただきます。ゴールデンウィーク、こんな東京のユニクロに来るタイミングなんてないんで、東京で買ったって自慢したいからどこで買ったって、あ、東京のユニクロですって、大分で言いたい。これでも、ま、悩んでて、どっちかなっていう。からブラウンか。絶対絶対この色めちゃくちゃ映える。イエベ春って感じ。どうですか？お願いします。買っちゃいます。自分の分買っちゃいます。じゃあやっぱこれいいなと思って、このパンツ。パンツね、めちゃくちゃ気持ちよさそうじゃない？形が超綺麗。母田舎に住んでるからさ、うん、多分暑いのよ。夏暑い本当に暑いだし、多分もうパンツに T シャツみたいなあんまいいの着てないからさ、うん、ちょっとおしゃれ素材よ。おにぎりとか食べてそうやし、あえてシンプルなベージュがいいかも。爽やかじゃない？ね、どんな多分カラーにも合わせやすいと思うから、うん、いいと思う。で、これはカゴ行きで。お願いします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 。一個私気になっちゃうトップスがあって、うん、欲しいやつがあるよ。おそれも SNS でちょっと話題のやつ。すごい。見つけてくる、そんな。Twitter？Twitter、そう、すごい、なんかやっぱユニクロさんの情報すごい Twitter でバズってるのよく。これこのニット。え、初め、あ、新作って書いてる。そう、こんな感じで V ネックで、じゃ袖もね、フレアになってるから、うんうんね、肩周りがね、すっごいスッキリ見える。なるほど。そう、
そう。あ、すごい。それがフレアってあんまないよね。そうなの。二の腕めっちゃ気になるじゃん。気になる。でもさ、見て触って。確かに。そんなに厚くないの。薄い。薄いのに透けないし。欲しい。私も欲しいよね、うん、母も肩周りのねコンプレックスが確かにずっと言ってる。そう、うん、肩が太いと。基本的にみんなこう肩幅が結構広いんですけど、うん、そうそうそう、からいいなと思って。あ、お母さんに。そう、あ、めっちゃいいです。2021年度センター部門キリマン選手。いいそれの。またちゃんとこれだけじゃ、はい、これめっちゃ狙ってたの。このね、うん、パンツがねすごい話題になって、すごい全く話題話で本当ごめんなさいね。このパンツがめちゃくちゃ綺麗っていうね話を聞いて、気持ちいいね。めちゃくちゃツヤ、なんかテロンテロンも、そうそうそう、シワにならない素材と、うん、あとこのね絶妙な色味。確かにこれめっちゃ可愛い。可愛いよね。あ、セットアップ絶対可愛いよ。そう、可愛くない？めっちゃ可愛いね。これにさ上シャツとか羽織ったりじゃん。だから欲しいの。もういたのにこれあるか。カラーもあるんですね。ブルーめっちゃ良くない？めっちゃ可愛い。これ買うわ私。ね、見て。超可愛い。キリちゃんは？まだ1個しか買ってなくない？欲しい。欲しいのか。まだ欲しい。ごめん、私の買い物ばっかり。まだ1個しかない。かわいそうに。ということで、これに合うワンピースの合うものを探していきたいと思います。なんかあった？目星ついた。なんかでもさっきいろいろこう回って見てたんやけど、うんうん、なんか一つある、とっておきのがある。ここにあります。ワンピースの下にこういうねシンプルなさ、こういうパンツ合わせがちなんやけど、ここにあえてなんか柄物をこんなんとか割といいんじゃないか。え、すごい。でもキリが合わせたらキリちゃんコーデになる。そう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 。意外とこうなんか攻めてもいいんかなと思って。夏ってやっぱシンプルな服になっちゃうから、なんか意外と足元とか柄を入れちゃっても、うんうんうん、割とねいいなと思って。だから本当これくらい出るだけでいいんだ。そうそうそう、本当さりげなくこれだけやったらシンプルになりすぎるから、うんうんうん、ちょっと柄を出すみたいな。小物はシンプルにまとめるっていうのをさっきぐるぐる見ながら考えてました。今の間に。はい、すごい。あ、じゃあ続きまして、さっき見た時にここです。かわいい。すごくない？かわいい。すっごいなんかどれも合いそうでめっちゃ可愛いって迷ったけど、うん、夏だからくないっす。あえてサンダルとかじゃなくてね。そう、可愛いなと思って。やっぱこれをメインだから、うん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 、今回小物はこう白で全部合わせようかなと思ってこの靴を選びます。で、なんか小物はもう白に合わせようかなと思ってこのカバン、このミニバッグ、うんうん、これ肩にもかけれるしショルダーバッグにして、なるほど、こうやってもできるし、小物は白でまとめてワンピースにちょっと柄物っていう。かわいい。おしゃれ。おしゃれ。実は回りながらずっと考えてた。考えてたんだ。さすがだわ。約65日なだけありますね。ありがとうございます。あ、待って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 、母さサンダル履く？夏とかずっと履いてるよ。履いてるよね、うん、スニーカーとか履かないよね。履かんな。畑とか行くし。畑系母牛飼ってるんですよ実家。これ超かわいい。だって私絶対これ買う。大分帰ったら帰る荷物がね。そうだね。ちょっと、え、これ母に買おうかな。超可愛い。多いよね。今選んだ商品たちを紙袋とかで渡すのはちょっとねって思うやん。そうですね、せっかく選んだプレゼントだから、ね、そう、知らんだろ、うん、すごいのよ今。ユニクロさんって今すごいのよ。え、見て、このね、ギフトボックスにね、入れてもらえるんですよ。めっちゃ可愛い。そう、もう期間限定でボックスのデザインも変わるみたいで、その時のこう気分とか渡す相手とかにね、合わせてボックスを選んだりできるのね。で、今回私たちの母にもしっかりとボックスに詰めて渡したいと思いまして、お願いしております。はい、はい、ちょっと見せてもらいましょう。お願いいたします。はい、お願いします。このようでよろしいでしょうか。ありがとうございます。立派なギフト。嬉しいですね。なんか開いた時に全ての商品がパッて見えて、すごい綺麗にこう包んでくださってるから、開いた瞬間にわーってなる。嬉しい。ありがとうございます。いただきました。すごい、こんな立派になるんだよ。すごいね。だから母の日もそうだけど、お友達のプレゼントとかさ。そうですね。ね、なんかちょうどいいもの悩むことあるじゃん。だけで、え、何すごいよ、本当にすごい。商品ももちろん可愛いし、ね、もらって嬉しいから、はい、みんなもぜひチェックしてみてください、はい、で、今回母の日のプレゼントは私たち実際で店舗で選んだんですけど、やっぱこういうご時世だし、うん、相手の好みがわからないとか、何渡していいかわかんないっていう方はね、いいギフトカードっていうサービスもあるみたいで、それをプレゼントするとプレゼントされた人が好きなのを選んで自分で選べることができるから、
からすごいいいなと思ったの。ワクワクするよね、もらった顔もね。すごい嬉しいよね。今回私たちは母の日のギフトをもう今日発送するんですけど、皆さんも母の日に間に合わせるためには早めに発送した方がいいので、早めに選んで発送してください。はい、ということでじゃーん、あちゃいましたもうたんまり自分たちもお買い物ができたのでめちゃくちゃ満足です。めっちゃ嬉しい。まさか今日自分が買い物できると思ってなくて、うん、本当に嬉しい。がっつりしちゃったね。もう帰ろう。もう一泊できるねこれ確かにゴールデンウィーク価格ですっごくでお得なお買い物ができるので、こんなにお買い得なのと思って本当にびっくりしました。めちゃくちゃ可愛いし、うん、ねー、あとネットもねすごく見やすくて、うんうんうん、あの買い物しやすいと思う。あのネットで見て、あこれにしようと思って店舗に行って買ったりとかもする。うんうん、わかるわかるわかる。そうそうね、ネットも買いやすいと思うので、うんうん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ということで、はい、帰りましょう。はいはい、じゃあ今日も動画を見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。気をつけて帰ってね、あいた、うん、バイ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 じゃあ終わります。バイバーイ、バイバーイ、みんなまたね。それでは早速購入したアイテムたちを着てみました。こんな感じですね。めっちゃ可愛くない？もうね、どれも本当にお気に入りで、すでにもうヘビロテめっちゃしてるんだけど、このねサンダルがねまた万能なんですよ。おしゃれなのにねすごい楽っていう。でこのトップスがね、ノースリーブ普段着ないんだけど、二の腕コンプレックスな私もねかなり細見えさせてくれるトップスで、あとシワにならない素材がねとってもいい。リネンのシャツも羽織でもこんな感じも使えるのでね、万能でした。次トップス変えてこんな感じですね。見て、めっちゃ痩せ見えするんですよこれ。フレアの袖感がね、そんなにこうがっつりフレアって感じじゃないから、かなり大人っぽいデザインでね綺麗ですね。 V ネックも胸元が開きすぎない V ネックなので、とってもねすっきり見せてくれます。でセーターの素材なんだけど全然暑くない、もうむしろ涼しいくらいの素材感なので、これはね確実に私色違いを買おうかと思ってます。あえて春夏にこういった色味をさらっと着こなすお姉さんにね私はなりたいと思って、憧れファッションでございます。これめちゃくちゃお気に入りです。で、キリマルコーデこちらです。全体私は選ばないようなねイエローをさすがのキリさん着こなしております。こんな感じ、バッグとねシューズの白い小物使いのね使い方も本当に上手だなって思う。なんかねシューズの中敷きがすごいもちもちしてて、本人履きやすいって言ってました。すごい感動してたよ。あとこのバッグがねめっめっちゃちょうどいいサイズ感なのに、もうお値段がねありがたすぎる。高見えバッグだなと思って、私も欲しくなった。なんか顔はさめちゃくちゃ似とるのに、同じ腹から生まれたんかってくらい全く真逆の色味の使い方をしてて、なんかファッションってつくづく面白いなって今編集しながら思いました。はい、今日もありがとうございました。